はい、今日はですね、お昼に茂西市地元の紀州さんに来てみました。楽しみです。はい、それでは入ります。入場、入店、入店。すみません。総括とカレーうどん頼みました。これですかね。700円。プチプラスね。はい、楽しみです。出発です。久しぶりです。柔らかくてね。そうですね。すごいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。カレーうどん。美味しい。大好き。あ、ドレッシングかけよう。これ食べてないかも。うん。味売りなわけない。味売りっていうのはなんか、あ、違うか。うん？わかんない。洗えなかったけど。ああ。雨だったらやっぱ稼ぐんだったら。やってみようかな。うん。辛いのつけて。はい。めっちゃジューシーそう。あ、ちょっと食べる。そっか、これに入れて食べるのかな。うん、うん、すごい肉汁。うん、美味しい。うん、ですね、無理ですよ。うまうま、いってる味噌だよね、うん、あ、でも変わったんじゃない。うん、多分ね、なんか前言ってたよ。作ったの前は市販って感じだったけど、なんか作ったって書いてある。何かじゃらんとか出てるね。ほはい、中に可愛いって書いてあります。イベントした別のカラーの家なんですけど、そばだよね。好きですね。好きだもんね。うん。お湯が温まったら粘りがなくなるのか。すごい。ま、肉ゴロンゴロン入ってる。本当だ。何肉？豚肉。豚肉。あ、そっか。そうですね、これカツだもんね。そうだよね、地元なのにさ、なかなか来れないよね。てか配達だよね。出前してもらう、してもらいたいけど、結構人気だから。それもお休みされてる。うん、仕方ないの。私もそんなの持ってきてない。いいよ、いや、ないよ。バッグ、ここまで持ってきた。私は仕事バッグだ。すごいよ。うん、道ハムファンなのにさ、私、うんうん、なぜかヤクルトスワローズのバッグ持ってるよ、これ。でもこれ、キーホルダー付きで、すごくない？うん、うん、
うん、持って歩くよ。欲しいって、かわいいから。いやしかし、なんかさ、最近あれだよね、寒くない？なんか朝晩寒くない？もう7月の半ばだから、っていうか半ばぐらいなのにね。うん、なんだろう。窓を閉めて寝てますし、平気で。うん。だからさ、ふとなんか夏らしいことしたかなって思う、うん、この間海に行ったけどさ、うん、全然雨降ってたしさ、うん、全然砂浜も行かなくなって、うん、私花火大会あるどこに？ああ。どうだろうね。え、じゃああるの？本当にあるよ。踊り？シャンシャンはない。あ、ん？やめたの？うん。オムライスはもうやめたの？それ。私が今年はやめたの。うん。じゃあやる日また。あの子来るよ。誰？どっちだっけ？島大成君。ああ。星大成。島君なの。ちょっと待ってね。なんか他は。なんかその事前の何？催しなんかくじなんだっけ？なんかあるかもしれない。最近テレビ出てる？CM？ あ、CM？ うん、それはお前のご飯だけど、俺のご飯と。すごいよね、近いのにそんなね。うん。だってさ、芸能界に入ったらさ、キャラとか作らなきゃなんない。うん。そして、いろんな人の影響を受けるから面白くなったりとかするでしょ。大泉のね、事務所だからね。うん。オフィス9だっけ？いや、今オフィス9じゃないの？ないの？わかんない、わかんない。そうかね。うん。他の人たちのドラマ出てるの？出てるよ。え？大泉さんの以外？みんな、それぞれ。じゃあ食べていいの？麺。麺はいいでしょ。カレー食べたいです。カレーご飯にくっついちゃってるよ。斜めのまんまだ。あら、うん、おいしいでしょ。おいしいおいしい、うん、あ、今度、うん、ちょっと今、今は夏のを使った。夏にはきっついかな。疑問だったけどね。大丈夫、カレーは、うん、おいしい、うん、すごい汗かいてる、うん、あの名前違うだけど、ゲット、エニオだった、そうだった。忙しいの。うん。動きのあのトラックいらないの。はい、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。え、はい。いや、暑かった。美味しかったね。美味しかったよ。美味しかった。美味しかったよ。なんか暑くてピーちゃん大変でした。カレーうどんなんて頼むからさって。ごめんなさい、子供初にってね。い、美味しかった。はい、じゃあ次行きますか。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさ。秘宝、はい、また秘宝です。無精子町のね、うらら公園に行こうとしたら、うらら公園にかき氷とか売ってるから行こうとしたら、ものすごい駐車車にがいっぱいで、すごい止めるとこがありませんでした。残念賞ください。はい、じゃあソフトクリームを探してゴー。お、セコーマートあった。セコーマートでいいんじゃない？ちょっとセコーマートがもうめっちゃ混んでますけど。北海道といえばやっぱりセコーマートよね。はい、じゃあもうセコーマートでソフトクリーム買いましょう。はい、どこ行ってもめっちゃ混んでる。はい、しかも地元だから。もう西武市長のセイコーマートに来ました。来ました。はい、セイコーマートでこれはね、じゃーん、トウキビソフトクリーム、北海道限定で期間限定だっけ、うん、23日まで、7月23日までしか売ってないので、この動画を出すときにはもうないかもしれません。はい、じゃあ秘宝だからどこで食べる。これもう最初だったらどこが食べるとこないから、まず移動してみますかね。はい、はい、じゃあ食べてみようと思います。はい。
結局カーム前に到着。はい。じゃあ、セイコーマートの期間限定のトウキビアイスを食べようじゃないか。あら。あら、食べる、はい、あー、ミーバーちゃんが来ました。なんか飛び宣伝してたでしょ。うん、座って。あら、鼻水ないでしょ。あら、やばい。アイス食べてる場合でない、みんなでしょ。あら、あら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 。今日暑いんだね。昨日からだよ。で、それ。開け方が下手なんだよね。違う違う違う、止まって。あ、私は止まらなくていいのか。はい。いいな、食べれよ。はい、振り方もわかんねえ。どうで撮るんだ、これ。どうだろう、これ。あ、上げ方書いてあるよ。下を回しながら。下を回しながら上に上げてください、だって。あ、確かに。あ、あとどこ掴んでる？いや、わかんない。もげそう。あ、下、下の硬いとこ掴んだ方がいく。ここ、うん、うん、そう。立てて、立ててやった方がいいよ。痛そう。左、うん。何回もこんなの食べたことあるのに。あ、こう。回すんだよ。回しなさいって書いてある。痛そう。違う、こっち、こっち。こっち？うん、そう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 。え、こう。うん、あ、うん、あ、取れた。あらー。もこもこソフトだ。なんか。懐かしい形だね。懐かしい形って何？わからない。わからんね。はい、いただきます。はい、乾杯。あら、いただきます。どうやって食べたらいいの？あんまかい。うん。うん。デッパのみーちゃんには引っかかりやすい。うるさいよ。うるさいよ。デッパのみーちゃん。おいしい。うん。うん、落ちる、アイスでもいれば落ちるのそんな高くないか、220、あ、なんかさ、どっか行って食べるのもいいけどさ、うん、地元でこうやって食べるのいいね、いいね、うん、そう、ちょっとね、おいしいなこれ、出かけた気分だって、うんうん、途中だけどね、うん、ランチだからいいよね、時間ちょっともらってね、はい、ということで今回は地元でお昼ご飯とデザートをセイコーマートの、地元のセイコーマートでソフトクリームを買って食べました。メラメラしてる。何かの参考になりましたらチャンネル登録と評価コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。